てかこんな格好で雪山死ぬね。はい、ってことで次はリモコン爆弾のパワーアップ。これは一体どう、古代のシャフト3個どう変わるの。リモコン爆弾をパワーアップすると爆発の威力が増してリロード時間も早くなるの。あ、早くなるの便利だよね。すごいでしょ、リモコン爆弾のパワーアップするよね。お願いします。古代のシャフトさ、とびっきりのチェッキー、チェッキー、はい、ほーい、いただきました。なんかランドセルみたいなの背負っとんよね。はい、例のあれ行ってみよう。ってことであとは何やった、ビタロックやったっけ。シーカーストーン認証、リモコン爆弾の機能を拡張します。お、リモコン爆弾プラス遠隔操作で起爆できる。強化された爆風の威力が上がり、再使用までの時間が短くなった。爆風で魔物にダメージを与えたり物を破壊することができる。丸型と四角型があるので状況に応じて使い分けられる。ってことはこれでモンスターへのダメージも大きくなったってことよね。やったね。ほい、これであとは、え、こっちには反応してこないの。シーカーセンサープラスにしか興味ないんかな。ほい、古代素材ビタロック、ビタロックをパワーアップだね。じゃ、古代のコア3個ね。どう変わるの。ビタロックをパワーアップすると物質だけじゃなくって邪悪なるものの動きも止められるようになるの。邪悪なるもの、助かるでしょ。ビタロックのパワーアップするよね。お願いします。なんかちょっとふわっとした感じやけど、ガノンとかそういうこと。テレジョにチェッキーよろしく、チェッキー。いや、リンク別に何も動いてないけどね。てかこの格好について何も触れないの。なんかリンクそっちに目覚めたのねとか。シーカーストーン認証、ビタロックの機能を拡張します。ほい、これでビタロックプラス物体の時間を止める、強化されて邪悪なものの時も止めることができるようになった。時間を止めて対象に衝撃を与えると動く力を貯めることができる。貯められた力をうまく使えば巨大なものを動かすこともできる。ほうほう、そう、祠では結構ね重宝するけど、あれよね、マップ上というか、ではフィールド上とかではあんま使わんかな。やったね。めっちゃ笑いよ。ん？え？もしかして全部パワーアップしちゃった？うん、したした。そのシーカーストーンとあんたの剣術があれば怖いものなしだよね。そう、たとえあの厄災ガノンだろうとも。マジで？やったね。解放、さらなる力コンプリート。これで全部パワーアップしたってこと？こんにちは。シーカーセンサープラス、ついに手に入れましたね。これね、すごく便利なんですよ。文献によれば、写し絵で撮ったものを探知できるとのことです。私から説明するのもあれな、ん？なんなんで、習うより慣れろ。実際使ってみましょう。じゃあそうですね。まずは研究所の裏のポカポカだけを写し絵で撮ってきてもらえますか？ほう。写し絵とシーカーセンサー。ポカポカだけ。これか、ポカポカだけ。だね。シーカーセンサー。違う。シーカーセン、じゃなかった。写し絵。これで、ポカポカだけ。いいね。新章図鑑に登録。そっかそっか。こういうのも全部登録していけるんか。何にも登録してないけど。はい。はいはい。ポカポカだけの写し絵、撮ってきていただけましたか？ほい。それでは確認をば。どうぞ。びしょびしょやん、壊れんの？無事ポカポカだけを撮影できたようですね。ありがとうございました。じゃあ次はハイラル図鑑を開いて、ポカポカだけの写し絵を登録してみてください。そしたらなんと、シーカーセンサープラスがポカポカだけを探知してくれますよ。すげえ、そんな細かいアイテム一個一個にも反応するん。シーカーセンサープラスの使い方をまとめた本を私の机に置いておきましたので、それは後ほど読んでいただくとして、ポカポカだけを撮影したついでといっちゃなんですが、そのポカポカだけを3個私のところまで持ってきてもらえます？
すぐ北のエキスパの森に生えてるはずなので、それをシーカーセンサープラスで、ぜひ。まずエキスパの森がわからんねやけど、とりあえずここの1個取っていいよね。あそこに何か、え、いますよね。いますよね。そーっと、ゴーゴートカゲ、パチ。新潮図鑑に登録で、とりあえず一瞬逃げられるかと思ったけどね。それで寒いのか、写し絵じゃないわ。これシーカーセンサー図鑑、あ、図鑑から選ぶ、ゴーゴーとかげじゃなくって素材、あ、これや。うわ、何にも登録してねえ私。ポカポカだけ。ほい、これを探す。ポカポカだけを感知。どこに？お、近いぞ。あの辺の光っとるの、あ、そっかそっか。私がいろんなところにあれよね。私がいろんなところにあの炎を灯してきたんよね。どこ、こっち？全然何もならなくなっ、いや、鳴ってるぞ。どれどれ、ポカポカだけ、どれ、お、これか。はい、2つ目。あそこにゴーゴートカゲがいる。よし、ゴーゴートカゲやーい、へい。これは？これもポカポカだけ。おお、やったね。3つゲットー。ちょっと他にもいろいろ素材ちょっとゲットしとこっかな。マックスラディッシュとかね。回復に超役立つけん。この辺は？木の枝。いらねえ。ちょっと待って。さすがにちょっと今この木の枝とかは、へい。いらないにも程が。どれを持とうか。なんか強いのばっかりよね今。ミマタリザルブーメランでいいか。あれもマックスラディッシュか。お、だね。へいへい、これは忍びだっけ。こんな感じでいっか。じゃあこれで果ての古代研究所にワープ。ワープするほどの距離ではないけど、まあこっちの方が早いでしょう。そしてこれを届ける。はい、シモンさん、こんにちは。ポカポカだけを持ってきてくれたんですね。じゃあリンクさんがお持ちのポカポカだけ3個いただいてもよろしいでしょうか。いいよ。ほい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあお礼にこれを。お、やった、マックストリュフ3個。かなり貴重なキノコの一種。ハイラル図鑑と連動したシーカーセンサープラスはどうでしたか。探すものを試練の祠に戻したかったら、マップからシーカーセンサーを選び、試練の祠を選択してくださいね。あ、それから、別件でお話したいことがございますので、またお暇の時にでもお声掛けください。じゃあ今話せよ。はいはい。リンクさん、耳より情報です。耳より情報？違う、耳より情報、耳より情報です。シーカーセンサープラスで探索できるものが今すぐ増やせますよ。なになに？あれ、ここ驚くところなのですが。じゃあ少し説明させていただきますね。研究を進めていたところ、ここの誘導石にまだ過去の写生が残っていたんです。それらの写生を抽出してリンクさんのハイラル図鑑に追加すれば、シーカーセンサープラスを使った探索がぐっと楽になるはずです。楽に？楽にって、リンクさん、シーカーセンサーがシーカーセンサープラスにパワーアップしたので、ハイラル図鑑と連動し登録されたる写生を探索できるようになりましたよね。だからここの誘導席に眠る写生を
ハイラル図鑑どんどん追加していけば、欲しい素材などを探索しやすくなり、旅の一助になるかなと思った次第です。もう一度ご説明して差し上げましょうか。大丈夫です。それでは早速、誘導席にシーカーストーンをかざして。ほうほう。私の可愛い誘導席ちゃんをサラで使わすのはあれだけど、どうなるのか私も見てみたいし、最初の1回だけサラで使ってもいいよ。え、その後からお金取るの？とのことなので恐縮なのですが、シーカーストーンをね。いいよ、ねっじゃねえわ。ありがとうございます。それでは早速誘導席のスイッチ。それがスイッチ？え、てか1回で終わることじゃないんや、何回もあるんや。シーカーストーン認証、ハイラル図鑑に写しを追加します。さあ来た。ん？ん？かぼちゃ？ハイラル図鑑に写しを追加しました。あ、自分で取らんでもここでなんか手に入るようになるってことやね。これは何？お、お、これはまるでハイラル図鑑が過去の記憶を取り戻したかのようですね。しかし誘導席の知性はハイラル図鑑に移動しちゃったようです。これだと入れなすことはできないので、上書きには注意してくださいね。さて、続きは直接撮影するか、ここの誘導席で追加するか。誘導席ちゃん使うなら次回から有料だからね。研究所の運営にご協力を。だそうです。了解した。じゃあとりあえず、違う、鎧かぼちゃに変更しましたじゃなくて。あれ、待って、シーカー。あ、マップ。マップのシーカーセンサーでちょっと試練の祠に切り替えとくわ。はい、オッケーね、これで。おう、超晴れ渡っとるやん。あれは？あそこの岩って何も関係ないんかな。あ、この三本杉のやつもさ、なんかあったよね。祠チャレンジ。祠チャレンジ。三本杉の秘密。果ての村から見える雪山の頂上にある三本杉には古くからの言い伝えがあるらしい。三本を一本にし、それを背にして海に進め、岩に閉ざされし勇者の試練が眠る、とのことだ。海を背にして。ちょっと行ってみようかな。ああ、落ちよった。雪山か、寒いってことは回復しつつってことやんね。だってあれ多分チャレンジもしてないやろ。海。待って。撮影したなんか。それを背にして海に進め。海ってどっちだ？こっちだな。ってことはあの辺になんか岩があるってことかな。わからん。とりあえず行ってみるのがいいだろう。へいへい。なんかすげえ、ん、霧？霧じゃないんか、雪が積もっとんか。ホラチャレンジってことはこれもあれかな、もう入ること自体が試練になってるけん、入った後は普通に宝箱が置いてあるだけですみたいな。あれ何、敵？よし、草やった。敵でもなんでもなかった、怖。さあ久々に、てかこんな格好で雪山、死ぬね。死ぬしかないよね。ああ、トンボがおったのに。こんなさ、砂漠をうろつきよった格好のまま雪山に向かうっていう。お、試練の祠を感知。あ、これって隠されとる祠にも反応するん。え、めっちゃいいやん、めっちゃ便利やん、それ。多分さ、岩に閉ざされたとかなんとかって書いとったけん。この辺に爆弾で壊す岩があるはずよね。で、その岩の中に祠があるってことやろ。なるほど、なるほど。なんかそういう場所あったよね、前にも。この辺じゃない？違う？ちょ、だいぶ体力がなくなってくる。え、なにあれ？え、なにあれ？うわ、気持ち悪い。あの、ガノンになんか関係あります？あれ。三本杉を背にして、
3本を1本にしやっけ。ちょ待ってね、体力回復しとこっか。料理料理、串焼き肉。ごめんね、ちょっと小声死にそうになっとるけど、3本を1本に。こういうことやろ、この辺やろ。で、あの辺てかもうなんの、あ、ほら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 、音が近づいてきた。何、めっちゃびっくりしたんやけど。え、そんな、そんな、え、なに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 、それ攻撃？怖っ。あれかな、なんかアイスリザルフォス的な感じ。そんな名前かどうかは知らんけどね。ちょっと感覚を、感覚開けるのやめて、詰めてこ詰めてこ。イエイ、リザルフォスの青しっぽ、騎士の両手剣ゲット。この岩ってことかな。うわ、びっくりした。もうやめて、その音だけ来る感じ超怖いよね。あ、もしかして体力もう少なかった、私見てなかった、危ねえ。武器ポーチがいっぱいです。とりあえずちょっとこの辺の素材だけもらっとくかな。へいへい、こっちも、はい、オッケー。この辺の岩やと思うんやけど、これ？あ、これか？え、これ？これじゃない？え、違うんかな？なんかここ。ウェイ。なに、どこ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 ？どこよ？あ、あれか。あ、あれやけど、とりあえず。読まして、岩に閉ざされし勇者の試練、岩の中にあるってことのはずやけど、おっと、どっか、これか、ん、この辺開きそう、なんかよくわからんな、あ、開くんかな。あ、でもなんかくり抜けそうな感じの。ちょっと一旦これで、開いた？開いてないよ。開いてないよ。ん？反対側か？反対側か？こっち側？なんかさ、あの音がさ、でかくなったり小さくなったりするけん、いまいちよくわからんねえけど。全くわかんねえや。なんかちょっとわかりやすい目印みたいなない？あ、ここじゃね？え、違う？え、何ここ？え、ここ何？ウェイウェイウェイ。なんかし、あ、崖？もしや崖ですか。なんかちょっとあまりにも吹雪というかなんというか濃くてよくわからんかったわ。普通に落ちていくとこやった。あっぶねー。ここじゃねとか違うやろね。普通に違うやろ。たださっき何かしら音は鳴ったんよね。あ、やべえ、体力見てなかった。頑張り、頑張りというよりはもう普通に焼きヤシの実と焼き、こんな場所でひんやり、お腹を下すぞ。暑さガードとかついたし。暑さガードいらねえ。あ、なに、どこ、絶対なんか凍傷になるよね。確実にさ、お尻とかやられると思わん、これ途中なんかいい感じの落とした場所あったんやけどなぁ。ねえ、ピコン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 みたいな。
際これなんか奈落の底とかに向かって行きよるやろ。なんか祠の音みたいなのしよるけど、確実になんか地獄にいざなおうとしよるよね。よし、これは諦めよう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。